こんにちは、クリッカーツッキーです。再びフロントエンジン&リアドライブに BB シリーズ、そしてテスタロッサの両世代にわたった V 型12気筒エンジンのミッドシップモデル、その最終型となる F512M は1996年に生産が終了。その時スポーツカーとしては革新的な基本設計が終わりを告げた瞬間でもあった。フェラーリがミッドシップ世代で搭載していた V12 気筒エンジンはバンク角が180度というもので、エンジン本体とギアボックスが上下2段構造を取るため重心高を低く抑えるにはもはや限界だと判断。そこで F512M の後継者を開発するにあたり、再びフロントエンジン&リアドライブというトラディショナルなスタイルへと回帰することを決断する。550マラネロ1996、そのニューモデルの名は550マラネロ。社名の550という数字の由来は、搭載される V 型12気筒エンジンの総排気量 5.5 リッターを示す55と、フェラーリ創立50周年にあたる1997年を意味する50を組み合わせて550というネーミングにしたという。ニュルブルクリンクサーキットのプレスルームで行われた発表会では、当時フェラーリのルカディ・モンテズモーロ社長やデザインを担当したピニンファリーナもセルジオ・ピニンファリーナ社長に対してミッドシップから FR へと回帰したことに異論を唱える者など誰もいなかった。もちろんそれは性能に関して一切の妥協はないとこの時フェラーリが強くアピールしたこともあったからだ。 CD 値 0.33 という優れた空力を実現。ピニンファリーナによるエクステリアデザインはフロントエンジンを象徴するかのようにロングノーズ&ショートデッキ、そしてカムテールが特徴。フロントファインダーに設けられたエアアウトレットやグラマラスなリアフェンダーなど 275GTB など過去の FR フェラーリを彷彿とさせるデザインが550マラネロにはいくつも存在する。それと同時に CD 値で 0.33 という高水準な空力特性を実現しているのだから、さすがはピニンファリーナの作と言える。485馬力を発揮する V12 エンジンと強靭なる剛性、フロントに搭載される V 型12気筒自然吸気エンジンは最高出力で485馬力を発揮。このエンジンは 456GT に使用されていたものが基本となるが、徹底した改良を得て43馬力ものパワーアップを果たしている。トランスミッションはディファレンシャルと一体化されたリアに配置する、いわゆるトランスアクスル方式。これは前後の重量配分を最適化するための策で、すでにフェラーリは1964年の 275GTB でこの方式を初採用している。基本骨格はスチールと高張力合板を組み合わせたもので、ねじれ剛性は当時の量産モデルでは最強レベルとなる 1500kg を得ている。サスペンションは前後ともダブルウィッシュボーンで、キャビンに設けられたスイッチによりダンパーの減衰力を2段階から選択できた。 575M マラネロ2002、510馬力へとパワーアップした 575M マラネロ。そしてこの550マラネロにもビッグマイナーチェンジが訪れる。それは2002年のジュネーブ賞で発表された 575M マラネロのことで、ボディデザインは550マラネロからの小変更といった程度の変化があるのみだが、そのメカニズムは M モディファイドの文字が物語るように相当に徹底した広範囲に及ぶ改良が施されている。まずエンジンは V 型12気筒であることには変化はないが、ボア径が2ミリ延長されたことで排気量は 5748cc に変更、したがって社名もシンプルに575の数字が掲げられることになった。圧縮比も 11.0 に高められ、マネージメントはボッシュ製の最新型 M732 を採用。最高出力は新たに515馬力を L に至った。トランスミッションも6速 MT に加えて6速 F1 マチック2ペダルセミ AT が選択できるようになったのも大きな話題。この F1 マチックではローンチコントロール機構を使用してレーシングスタートを行うことも可能になった。スーパーアメリカ2005、限定車として登場した2台のオープントップモデル、550マラネロをベースに登場したオープントップのバルケッタ・ピニン・ファリーナや 575M マラネロをベースにした同じくオープンモデルで独自かつ斬新な開閉方法が特徴。
レボクロミコルーフ、ガラスルーフが180度回転して樽がトップ化されるとなったスーパーアメリカも、この時代に誕生した限定車としては忘れられない存在だろう。前車は448台、また後車は599台生産されているが、いずれもその全てが一瞬でソールドアウトとなった。